おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。オリックス3連覇お見事。まずはおめでとうと言っておこうか。なぜか上からですけどね。優勝コングラチュレーション。おめでとうって言えや。いやしかし強かったな。これは黄金期到来か。なんせ18年ぶりだからな。阪神の方でした。もう全く歯が立たなかったよね。いつの話してんだよ。ほらまだじっくり話してなかったからさ。じっくり話すいい機会だと思って。とりあえずね、日本一目指して頑張ってくれや。読売もまだ可能性あるからな。さて厳しい戦いが続く巨人ですが。阪神もう終わり？もう十分でしょう。いやじっくり話せよ。巨人だけで貯金12も作ればもう十分でしょう。それは十分ですね。6勝18敗1引き分けって。どういうこった ?6 勝18敗1引き分けってなんだ。なんなんだ。そりゃゲーム差縮まるわけないぜ。ちなみに広島には8勝17敗だ。どういうこった？これ見ると3位争いしてるのが奇跡のように感じる。もうその3位もだいぶ危ういけどな。いやしかしオリックスも優勝して関西は大盛り上がりですね。オリックスも圧倒的な強さだったぜ。森友哉選手も移籍した甲斐があったってもんだ。ここに吉田正尚氏がいたらと思うと、爆笑もんだな。別にオリックスファンでも爆笑はしねえよ。話題を阪神に戻しましょうか。ですね。6勝18敗1引き分けってどういうこった？それ巨人に戻ってるぞ。18年ぶりの優勝ですか。そんなに優勝してなかったっけって思うけどな。いやさぞかし嬉しいだろうな。ほんと阪神ファンにはおめでとうって言いたいよ。コングラチュレーション。おめでとうって言えや。これすごいことだよね。何が？18年ぶりの優勝ってことはさ、今20歳くらいまでの全阪神ファンの人たち、いやもっと上も含めてか、自分が好きな球団の優勝をほぼ初体験したってことだろ。まあ確かに小学生くらいの時だったらそこまで覚えてないかもだしな。それが日本一となると1985年以来なしだ。こんなのもう歴史の授業ですよ。カープはさらに1年前だけど、その広島も CS 出場は確定したし、ワクワクドキドキですね。ベイスターズの日本一は98年だぜ。ベイでも25年ぶりか。まだ巨人も CS の可能性あるっちゃあるから、CS 出れたらそりゃ巨人を応援しますが、そういう日本一を知らない若い世代の人たちにもね、あの特別な瞬間をぜひとも経験してもらいたいって気持ちもありますよ。いやー複雑複雑。日本一になるってどんな感じだったっけ？覚えてないです。さあプロスピやっていきます。遅ればせながら更新にも触れてはいきますが、まずはこいつでー。最強決定戦にご参加の皆様お疲れした。霊夢は巨人純正。私は楽天純正リーグで参加したぜ。はいもう結果出しますね。こちら。46位初日だね。無事にベスト50に入れました。おめでとうサンキューありがとう。お次はこちら。無理無理。まさか最終結果でないことバレました。なめんなわかるわ。無理か。じゃあ結果出すか。私の楽天リーグの結果も同時に出すぜ。受ける。そんな寄せ集めの純正で我に挑むとは。落ちとら1年8ヶ月やっとんじゃ。もうすでに嫌な予感するんですが。まあまあまあ。行くぞ。あらー、350位か。まあなんとかベスト500で殿堂入りだぜ。1199位か。まあなんとか目標のベスト3000は達成だぜ。だぜじゃねえよもっと悔しがれよ。いや80億位中の1000位すごいから。全人類やってねえから。しかも巨人純正リーグでの順位だしよ。私を本気にさせたこと後悔するがよい。本気の結果がこれだから。嘘ん。大反省だな。まずは私の楽天純正の結果だぜ。安定はしてましたね。最高順位が木曜の68位。翌日の金曜に7勝13敗と大きく負け越し、最終日に10勝10敗と勝ちきれなかった。それでもベスト500は達成だぜ。まあ前回の楽天リーグが81位だったからな。そこと比べるとだいぶ順位を落としてしまった。また次回はベスト100目指して頑張ります。頑張りたまえ。実際はベスト3000か。いやおかしない。85勝54敗1分けだぞ。貴様は84勝56敗。参加人数が違うから。今日だぞ。霊夢は金曜まで頑張りすぎたな。でも1日ごとの勝敗見るとそれこそ安定はしてるぞ。負け越したの土曜の9勝11敗だけ。土日で勝ち切らないと一気に順位落ちるな。悲しき、悲しき運命。2022年頭の最強決定戦で386位になってから。657位。400位とベスト戦は余裕な感じだったのに。ここに来てベスト戦漏れたな。たるんどるぞ。あなたがね。もうね、いつから言ってるかも忘れたが。結局この周到精密を超周到精密にしないとダメだ。ミート型8人集めないとな。もちろんパワー型8人の超大胆不敵を維持しつつだ。今年のシリーズ2の目標も変わらずそこだな。もうすぐ OB 第1弾が来るはずだぜ。
ミート型が来たらランキング参加必死だ。パワー型や投手が来たとしても選手によっては取りに行かなきゃだし、また忙しくなるぜ。望むところだ。ランキング走りたくないから総力型とか来ねえかな。アルンドルゾー。そして更新来まして、先週の金曜の話ですね。まずレフトが追加されました。こう見るとレフト結構熱いよな。そして巨人からも激アツなこの選手。秋広選手の登場だぜ。秋広くん欲しい。全同期可能。何色に染めるかはあなた次第。でもほぼ全員狙うのがミパ同期。来たぞ秋広くん。シリーズ1からミートプラス1で登場だ。いいねいいね。とりあえず欲しいのはミート型ですから。ミート型にしやすくなった。シリーズ2の方を手に入れて称号するぞ。所持 A ランク0枚ですけどね。ダメじゃん。そこは気持ちでカバーだ。無理だよ。まあとにかく欲しいです。ここは選択契約書で獲得まであるぞ。アニバもあっという間に来そうだぜ。最後にまた契約書も少し引くつもりですから、そこで引けたら話早いんですけどね。続いてこちら。プロスピパークで覚醒来ました。代打の切り札の登場だ。巨人からはこの選手。梶谷選手だぜ。梶欲しい、育成から這い上がってきたベテラン、なんと称号で総力 A 可能、完全総力型、じゃあ結構です。どっちだよ。総力型なら結構です。いらないと。覚醒だけど S ランク久しぶりだよな。2021シリーズ2以来だぜ。2年ぶりか。ミートとパワー激落ちくんだ。総力は謎にだいぶ上がってますけど。代打の切り札ってことで。特殊能力には代打の神様がついてるぜ。代打の神様が一挙12人登場と。本物の代打の神様であるヤクルト川端選手はいないと。まあ川端選手は TS で出たばっかだしな。この舵は S ランクにしないかな。どうしても総力型はきついっすね。もちろん A ランクは集めてレベル上げときます。また能力上がって通常 S で出るかもだしな。でも覚醒とはいえまた登場してくれて嬉しいぞ。ミート型になりうる存在だし、称号用に A ランクの育成頑張ります。じゃあリアルの方で巨人戦始まったので応援してきます。こっち終わらせてからでお願いします。では少しだけ契約書開封だ。その前にお待たせご褒美タイム。OB のためにも貯めとかないとですね。第1弾狙うとなると大量に消費しそうだな。使いたくねえな。338エナジー。ご褒美タイムもちょっと久しぶりですからね。ま、こんなもんでしょう。さてどう引くか。もう上から10枚でいいや。確率契約書結構ありそうだぜ。これで S ランク大量にゲットだ。はい、ここまで。何が何枚だ。S ランク確率 10% 契約書が。4枚の 30% 契約書が2枚。残りを埋めるドブイロ4枚。なかなか合成になりました10連。巨人の大逆転 CS に向けてレッツラドン。関係ないですけどね。だよね。まあ S ランクは引けると思いますけど。巨人引かねえかな。秋広シリーズ2引く奇跡起きねえかな。これ大丈夫ですか。演出はここまで底辺だな。頼むぞい。生意気笑顔キラーンと。見せろや。やっちゃったな。いやそう油断させといて。させといてダメと。外と。まあ、S ランクは引けたから。ベイスターズに勝たないと CS はないというのに。そのベイスターズを引いてどうする。ベイ。なんてこった。こんな引きじゃ勝てないぞ。関係ないですけどね。だよね。もはや秋広くんの A ランクでも喜ぶぞ。ホイラスト。いいですよー。もう巨人を引ける気がしないのは私だけでしょうか。まあいいや、S ランク2枚、30% 契約書と。こっちも 30%、2枚とも仕留めました。さすがは頼りになる。だが私が欲しいのは巨人なのだよ。はい、では最も頼りになる S ランク契約書。最後にこれ引いて終わります。奇跡起こして終わります。こいやジャイアンツ。ここは S ランク確定なのでね。ノーボインレイ、全然ノーボインレイ。ここ当たってもいいんだぞ、当たってもいいんだぞー。今かすらなかった。いや別にお前がそう思いたいならいいけど。うん、かすったな。かすってねーや。